ボートレース小島今日開幕しました。6日間の男女混合戦日刊スポーツ杯睡眠場いよいよ最終カードとなりました。第12レース日刊選抜です。1号艇には森田俊介、2号艇には橋本久和、3号艇には小月博、4号艇村越敦史、5号艇山本隆之、6号艇吉永則夫、以上6選手が対戦する12レース日刊選抜戦です。6メンバー固まって2マーク付近につけておりますが、目立ったコース争いはありません。前半8レースは3コースから仕掛けて道中追い上げての逆転での3着でした。ここは白の勝負機での登場となった圧倒的な支持を集めた1号艇森田の陰線です。2コース前走2着が2号艇の橋本、センター3コースが3号艇こいつも前半カード2着連帯、4コース下げて逆転対抗角は4号艇の村越、今日のオープニングカードインから0台踏み込んで逃げて勝利。このメンバーの中では抜けた展示1番時計をマークしました。5コース5号艇の山本隆之、サイアウト6コース前走2着6号艇の吉永です。3対3の枠なり進入。第12レース日刊選抜内寄りから1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。イントカードコースアートは1号艇森田、4号艇村越、白1マーク、インから逃走態勢作る1号艇森田、2号艇橋本を刺す、3号艇こいつがまくり刺す、切り込んでは4号艇の村越、握った5号艇の山本を打ちをついて6号艇の吉永ですけれども、押し切った1号艇森田、2番手2号艇に待った2号艇の橋本、すぐ後ろやってくる3号艇こいつ、4号艇村越、6号艇吉永、一緒にコーナーの世界スタートは正常、2番手打ち合って先行態勢、4号艇村越抵抗する、差し返す2号艇の橋本、くるっと6号艇の吉永、V 義は3号艇の高月ですが、先頭1号艇森田、2番手取り返すは2号艇の橋本、上の2名1二体系、3番手で4号艇3号艇広がって、うちは3号艇こいつ佐藤わずかに優勢、4号艇村越、レースは2周回1コーナー、小さく抵抗する3号艇の高月、6号艇回した分差し返す4号艇の村越ですけれども、3号艇4号艇の直線勝負まだ続く、うち来る4号艇村越、アウトコース一定修正、3号艇の高月、後方リーテ6号艇吉永、最高方5号艇の山本、レースは西にマークの旋回、4号艇3号艇が競り合う、かわす2号艇の橋本、切り込んで5号艇の山本、6号艇の吉永ですが、2番手が2号艇の橋本、3番手は3号艇小池が上がって、上田系は1二3、レースは残り1周、先頭1号艇森田、2番手が2号艇の橋本、3番手追いかける4号艇の村越を振り切っていくのが3号艇の小池広志、上田系1二3の待機、2連単1、2の組み合わせは 2.8倍、3連単1、2、3、15倍ちょうどとなっております。このレース1コースからほぼ一定しのスタートを押し切った、先頭1号艇森田、2番手が2号艇の橋本、3番手クリア、3号艇小月、上田駅森田橋本小月、先頭1番森田ゴール、2着2番の橋本、3着3番小月ゴール、4番村越、5番の山本、ラスト6番の吉永ゴール、以上小島第12レースでした。